モーリスは彼の美しいブロンドの妻シェリーに最初の結婚記念日に何か良いものを送りたかった。そこで彼は彼女に携帯電話を送ることにした。そして結婚記念日当日、彼はシェリーに電話を送った。彼女はそれを大変気に入った。モーリスは彼女に電話の持つ全ての機能について説明した。翌日シェリーは買い物に出かけた。彼女が美容院に入った時に携帯電話が鳴った。相手はモーリスだった。いや、シェリー、新しい電話の調子はどうだい？とても素晴らしいわ。とても小さいし、あなたの声は澄み切っているわ。だけど一つだけわからないことがあるの。どうしてあなたは私が美容院にいるってわかったの？